あなたの友達に。Your Friends くまちゃん、新発売。わあ、このぬいぐるみいいなー。ぬいぐるみなんて子供っぽいの俺はいらねえよ。ただいま。あ、お母さんおかえり。その袋何？あー、もうこれバレちゃったのね。これさなちゃんの誕生日プレゼント。はい、どうぞ。開けていい？これって朝 CM でやったぬいぐるみだ。ありがとうお母さん。いいな、俺のは。お母さん、あんたの誕生日はもう来年でしょ。来年ゴーゴージャーの変身ベルト買ってあげるから。はーい。ママごとしましょう。トン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 。ちょっと俺にも貸せよ。やだ、これ私のじゃん。てか、お兄ちゃん、いい年してぬいぐるみで遊びたいの？お前のものは俺のものだ。はぁ、性格悪い。ねえ、やだ、返して。私がもらったやつ。ほら、二人仲良く遊びなさい。ほら、言った。お前のせいだぞ。ほら、もう二人とも寝る時間だから、早く寝なさいね。だってガキだもん。ほら、どっか行って。あれ？なんか今いた？何？何にもいないじゃん。もう驚かさないでよ。気のせいか。はいはい、もう怖がらせようとしてるんでしょ。はい、もう私は寝るから出てって。はい、ほらほら。はいはい、おやすみ。妹に触れるな！お兄ちゃん、え、何この化け物。今のうちに逃げるぞ。よし、こっちだ。追ってきてるか。やばい、早く隠れよう。ほら、友達。友達？バカ、話すな。いや、でもこの怪物友達って。食べたい。逃げるぞ。今度はこっちだ。なんとか助かったな。あれは一体何なの？俺も分からん。怪物できた。どうしよう、どうしよう。なんかいいや、ないかな。もう私の人生終わりだ。なんだこれ、つけてみる。なんだこれ。はい、装着。何にもないね。お兄ちゃん、イエイイエイ。うわぁ、なんだこれ。今電気が走った。あ、もしかしたら二人で同時にあいつに触ったら、あいつを感電させることができるんじゃないか。
できるかな。まあ、なんかあったら瞬間移動して逃げればいいし。3、2、1で開けるぞ。3、2、1。おー、せーの。あー、まだこいつは生きてる。危ねえぞ、こっちだ。妹、こっちだ。高くて登れないよ。ほら、この手につかまれ。死んだの？よし、部屋に戻るぞ。うん、はあはあはあ、今日は一緒に寝よう。うん、あいつ何なんだろうな。もう追ってこないよね。もういい、あいつのことは忘れて寝よう。うん、寝よう寝よう。ほーら、あなたたち起きなさい。うわ、化け物。うわ、びっくりした。びっくりした。二人揃って寝るなんて仲良しね。で、化け物ってお母さんに向かってどういうつもりだい？違うんだよ、母さん、本当にいたんだよ。本当だよ、口がこんななの。二人で同じ夢見るなんて仲良しね。多分階段下にまだあると思うから、一緒に母さん見に行こうよ。うん、そうだ、私お母さんに買ってもらったぬいぐるみ階段下に落としちゃったの。一緒に取りに行こう。もうしょうがないわね。わかったわよ。ここ、ここなんだ。中、あれ、いない。あれ、私のぬいぐるみもなくなってる。あんなでっかいカブス、どこに行っちまったんだ。ねえ、やっぱり夢だったのね。ほら、早く上に上がって支度しなさい。はーい、よし、行こっか。お母さん、飯。まったく、世話の焼ける子供たちね。